スカイツリー。さあご機嫌いかがかしら。あれかな。眩しい。あ、涼しそうだけど絶対後でジメッとするやつや。もう起きたら知らんやついるし、そのまま暑いとこ連れ出されるしで。なんやねん、どないなっとんねんと。初めて来たスカイツリー。ここで下で買えるのかな。4階まで行かないとダメなのかな。団体チケット個人のお客様は4階だ。個人だと4階行かなきゃいけないのか。割と立派な撮影設備。なんだろうこれ、 5D Mark II かな。こっちも多分 5D Mark II だな。あ、チケットカウンターは4階。あ、エレベーターある、エレベーターある、エレベーター言えてねえ。もう知らないところに連れてこられてびっくり、なんかすごい面白い。あ、竹細工なんだねこれ。へえ、おしゃれおしゃれ。やべ、割と並んでんな、にぎわってんな。登る前に何食べようかっていう話で結構いっぱいあるな。暑い、中央けて初めてスカイツリーに登ろうということでございます。そう、空町は来たことあるんですけど、中上まで登ったことなくて。やべ、でっけえな、やっぱでっけえな、広角でも収まりきれない。あ、なんか上なんだろう、光が遮られて線ができてる。わお、ミルク終わって出てきたところですが、相変わらずずっとお前誰って顔されるんで。なかなか心許してくれないよ。スマイスマイ。もんじゃ混んでるからこっち、なんだっけ、ワールドビアミュージアム。俺ビール飲めないけどな。腹減った腹減った。なんかすごい雰囲気いいなここ。俺は肉が食いたい。え、何限定ハラミステーキ。あ、それそれ行くわ。あれ笑ってくれたのよさっき。やっと心を開いてくれそうな感じだったんだがね。あんなに心開いてたのに無反応、無反応なし。やっと笑ってくれるようになったね。ママのピザのパスタ来た、はい、ハラミステーキ来た、パンついてきちゃった。パスタ頼んだのにパンついてきちゃった。あ、笑った笑った。やっと笑うようになったかな。そうでもない、そうでもないみたいだ。あ、寝ました、赤さん寝ました。あ、うまかった。ステーキ多かったな案外。さあ飯も食ったし登ろうと思うのですが、5分から15分待ち。まあ平日だから15分ぐらいで行けるのか。あれさっきより並んでない、あれ結構並んでる、なんか、あ、映んねえか、反射して映んないけど結構並んでる気がする。そう便利でしょ、便利でしょ。なんかタイムラプスっぽくて見入ってしまう。よしよし、チケットも買ったので。手荷物検査、はい、すいません、はい、行きます。よいしょよいしょ、なんか天井がおしゃれ。割と耳が、おお来た、わお。涼しい、すごい、え、めっちゃ逆光やん。おすごいすごい。あ、飛びすぎた。おすごい、これやりたい、これ。いや、こっちで撮っとくから。逆光激しいな、逆光すぎるわ時間帯的に。順路的には右回りらしい。初めて見た、初めて見た。これで隅田川花火とか最高だろうね。あれ東京ドームだ、東京ドームと東京タワー、東京タワー、あれ東京タワーか、東京タワー、あの辺が都庁とか
あれ新宿だね。煙ってんな。あれ富士山じゃない、あの影。あ、多分そうだね。すごい。カメラ、カメラ。あれ、あんま興味ない。すごいね。赤さん、あんま興味ないか、こっちに。人がゴミのようですよ。人がゴミのようだ。右回りに歩いてきた、だんだんこう日が陰ってくる方に入ってきたから、こっちちょっと眩しいんだよね。そう、向こうの方がいいよね、絶対ね。多分これが荒川で、なんかこうやって見るとすごい壮大だよね。いやあれですよ、東京やりすぎですよこれ。あ、こっからの隅田川花火大会、ここで上がってる。タッチパネルなわけ。そもそもタッチパネルではない気がするんだけど。いやでもこれどうやって撮ったんだろうね。赤さん楽しんでらっしゃいますか。楽しんでらっしゃいますか。ん、キョトンとしてる。せっかく来たから上まで登ろう。テンション上がっちゃった。新たにチケットを買って、ここが350ぐらいなんだっけ。350m で、この上の 400m ぐらいのところまで、あ、450m か。せっかく来たからね、登っとかないと。多分今回登んなかったら俺登んない気がする。一生そうなかなか来ないからね。チケット買うたし、はい、はい、よいしょ。あ、上で合成できるよってやつか。ねねねね、なんかめっちゃ叩かれたけど、どうしたどうした。取れってちょっと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 って。寄り目だった。割と怖いな。怖い怖い。あ、空いてる空いてる。めっちゃももクロ推しだけどな。わお。でもあれだね、ここまで来るとさ、そんなに変わりわかんないよね。元々のあの展望デッキが高いからさ、ここまで来てもあんまり違いがわかんない。すごいな。すごいな、この世界。なんでこのスカイツリーは立ってられるのかね。本当だよね。あ、さっきの合成するところがここなんだね。あれ、こっちちょっとスロープになってんだね。450、ここは450じゃないのか。空からポイントって何？まだ先です。まだ先、120m。え、ここの先に 120m も空間があるのかい？あの、こう覗き込むじゃないですか。そうするとですね、誰かいる。ちょっと逆光かな。これ落ちてんの？張ってんの？張ってる時はさすがに落ちたっていうことはねえと思うんだけど。これは誰かが気づくだろうっていう仕掛けなんですシークレットミッキー。あ、分かった分かった、そういうことか。この人がいるところ のここにはこういう風に仕掛けがある。なるほどなるほど、そういうことか。そしてここがあれですよ、おそらく日本一高いトイレですよ。知らんけどな。空からポイントが左にある。こっちか。空のポイント、空のポイントじゃねえや、空からポイント探すの。 あったあった、空からポイント 451.2m 最高到達点。あ、割とここ東京タワーがきちんと見えるかも。あ、でもやっぱ曇ってるっていうか煙ってるからな。望遠レンズ持ってくればよかったな。あ、落とす、落とす、落とす。あ、多分こいつがいるからな。ももクロ先生たちがいるね。そうするともうちょっとこっちだな。はい、で手だけ戻して、はい、こうだね。あ、今 450m のところにいて、さっきいた展望デッキ2階構造になってて、下の方にガラス板があるらしいです。ガラス床、下が抜けてる、下が抜けてるやつ。じゃあ降りましょう。足元の段差。
ゃん喜んでる。足元のバッター。早っ。てか耳詰まるな。この真下が床だね。え、この真下床？あそこだ。例のガラス床がございましたよ。どれどれ。割とガチやな。わかるかな。あ、なんかビビってんな。ビビってる。ビビってる。なんかビビってるな。何かしら感じる。一応乗っとくか。よし。下界に降りてきやしたけど、耳が。耳がね。耳詰まるね。耳抜きができない。というわけでスカイツリーでございました。みんな一回登った方がいいよ。とりあえず。画面すごい。